それでは皆さん、準備の方はよろしいでしょうか。これからジュニアキャンパス特別講義を開催したいと思います。講義の題目、皆さんもパンフレットでご存知かと思いますが、ナノテクロボット電気自動車、活躍する兄弟かつベンチャーということで、講師の先生をご紹介します。京都大学の副学長で、ベンチャービジネスラボラトリー施設長、そして工学研究科の教授の松重和美先生です。それではご紹介したいと思います。先生お願いします。皆さんおはようございます。
日本で最初のノーベル賞学者湯川先生ですね。で、まあ、日本で今10いくつかのノーベル賞をもらえたと思うんですけど、科学部門では京都大学は最も数を多くのノーベル賞をもらった人を輩出しています。そこのところにも湯川博士のその当時のものがあったりですね。で、桂キャンパスにもそういうふうな展示があります。で、まあ、そういったところでもし皆さん来られた時にそういうふうなどういうふうな生活をしてどうしてこんなものをもらえたかということを学んでいただければと思います。それから今話題となるのは山中先生、いわゆる万能細胞ということで、まあ、いろんな人間というのは細胞が病気になっていろいろ衰えたりします。で、それを再生するために山中先生は非常に画期的な仕事をされています。ひょっとしたら次のノーベル賞候補になるかもしれません。それからノーベル賞というのは実は分野が限られているんですね。で、ひょっとしたら聞く人の中にも数学が得意な人がいるかもしれない。数学が得意でもノーベル賞はもらえない。で、それはどうしてかというと、ノーベルというのはダイナマイトを発明した人ですから、いわゆるエンジニアリング、工学とか理学とかそういったところで数学は困ってなかったわけですね。で、数学分野はこういうふうなフィールズ賞というのがあります。で、京大からも広中先生であるとか森先生であるとかもらわれています。これはですね、4年に1度なんですね。オリンピックと一緒で4年に1度で40歳以下っていうような非常になんかいろんな制限があるんですね。優勝だと、まあ、数学の分野でこのラウス賞で伊藤先生が。で、数学はこういうような計算だけではなくて、例えばこういうふうな幾何学的な模様であるとか、伊藤先生はこれ経済ですね、株がどうなるとか、そういうふうな今は経済での数学が非常に重要です。だから学問分野はいろいろ基礎的なことをやりますけど、こういった形で自然現象であるとか社会現象、経済現象、経済活動、そういったものも非常に関係するんですね。で、そういう分野で京都大学の先生方、またはそこから出た人がいろんなところで活躍しています。それから京都大学はこういうフィールド科学、自然とかそういったところでやっています。で、京都大学は日本国内だけでなくて、これはアフリカのギニアですね。で、こういったところにも霊長類研究所とかゴリラとかチンパンジーですね。で、皆さんご承知のようなのはおそらくアイちゃん、まあ、いろいろなアイちゃんがいますね。卓球のアイちゃんであるとか。で、その前より有名だったのがこのチンパンジーのアイちゃんです。で、ここは愛知県の犬山っていうところに実は京都大学の霊長類研究所というのがあります。で、愛ちゃんはこういうふうに数字をパッ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 とこう切るのを覚えるんですね。で、これは京大の学生さんにもずっと能力があるんです。ただですね、遺伝子の情報というのは人間とこういったチンパンジーはほんのちょっとしか違う。それでいてこういうふうに形が違ったり能力が違ったり、いろんなことが違います。まあ、そういったものは基礎的な学問と、こういった実際的なもの、人間がどういうふうに発達していったんだろうとか、いろんな形で研究がある。非常に面白いところがたくさんあります。それからもちろん大学ですから勉強します。まあ、いろんな人がたくさん来てます。まあ、今日はむしろそういう研究が社会にどう役立つか、社会とともにどう生きるかということをお話したいと思います。で、大学の役割というのは教育、そうですね、学ぶこと、研究、それから社会貢献であります。社会に対して大学が研究したこと、それをいかに生かすか、ないしは社会と一緒にどういうふうな新しい分野を切り開くか、そういったものが非常に重要になっているんですね。で、これ一つちょっと難しいかもしれませんけど、融合アライアンスという、アライアンスと一緒にやりましょうということで、大学の中でなくて、いろんな企業、ご存知ですね、NTT、パイオニア、日立、三菱カードですね、ローン。で、こういういろんな企業と大学の先生方、学生が一緒になって、例
例えばこういうような太陽電池、有機というか、今は太陽電池非常に注目されていますが、大部分はシリコンという無機物を使います。で、新しい材料の有機物を使った新しい太陽電池の開発、それからあの EL、 皆さんご存知のようにフラットテレビというのが先に出てますね。プラズマであるとか液晶で、でその次に有機の EL というのがある、まあ、そういったものを企業と一緒に開発しています。で、将来的にはこういうふうないわゆる指キタス、どこでもコンピューターが使えて、どこでも映像が見える、それから海外の人ともコミュニケーションができる、こういったものを大学だけではできませんし、企業だけでもできない、それを一緒に開発するということもやっています。だから今大学が非常に大きく変化しています。それからもう一つですね、京都大学が原産といいますか、ビールを出してるんですね。で、これは小池総長と、これは早稲田の白井学長です。で、あのこういったものは特許という形で出すんですけど、あのこういうようなビールを売れればですね、そういった開発したところに少しお金が戻ってきます。で、ここには古代エジプトビール、ホワイトナインですね。で、どうして早稲田大学と京都大学が一緒にあるの。実は早稲田大学に、まあ、今ちょっと変わらないんですが、吉村先生っていましたね、今おられるんですけど、あのエジプトのピラミッド の, あの研究であって、非常にあのテレビでも 出られている先生で、吉村先生がエジプトに行った時に、実はその当時どういうお酒を飲んでいたか、そういった記述があったんですね。それを解読すると、まあ、こういうふうに作ったよというのがあります。それを再現しようかということで、実はあの大池先生が発案して、まあ、いろんな人が協力してやったわけです。で、それを再現しようとすると、その時に使った小麦が必要ですね、種が。で、世界中探してもそれがないんです。で、ようやくあるのが分かったのは、京都大学の農学部の 植物遺伝学というところです。で、そういうふうに古代の種がちゃんと京都大学には残って生きた状態ですね。で、それとあと伏見の木桜酒造というのが一緒になって、こういうふうなビールを出しています。まあ、皆さんがまだ飲むには早いんですけど、ぜひお父さんとかお母さんにですね、こういうビールがあるよと、ぜひ買ってよって言ったら、そうすると先ほど言ったように、これが売れると京都大学と早稲田大学に10円募金が来ます。で、そうするとそういったようなお金がまた新しい研究に回るというふうになっています。それからベンチャーのお話します。で、ベンチャーというのはどういうものかというのは、まだ皆さんよく知らないかもしれません。例えばビル・ゲイツ、ご存知ですか、マイクロソフトの。で、ビル・ゲイツとかいろんな人、新しい、まあ、分野を切り開いて経済活動、企業を起こしたという人を普通ベンチャーと言います。で、あのビル・ゲイツもそうですけど、世界にはたくさんのそういうふうな新しいことをやって、まあ、経済活動、企業活動、それから社会活動をやっている人がいます。あのシリコンバレーというのを聞いたことありますか、アメリカの。で、そこは、そこにもやはり大学があるんですね、スタンフォード大学。で、スタンフォード大学の先生とか学生さんと一緒に新しいことをやる。で、マイクロソフトもそうですし、ヒューレット・パッカードもそうですし、それから Google、それから、そうですね、いろんな新しい分野、ないしはデバイスを作るようなものができています。で、そういう人たちをぜひ育てようという形で、京都大学にもこういったベンチャービジネスラボラトリー、これの世話を私今してるんですけど、あります。で、そういうふうに新しいのにチャレンジしていこうという人たちを育てようという施設です。で、まあ、いろんなことをやっているかということですけど、いろんな講義とかセミナーやってます。ベンチャーを起こした人、失敗した人、どうしたらベンチャーを起こせるのかという形で、こういうふうな講義をやっています。それから、もう一つはアイデアコンテストでやっています。いろんなアイデアが出たの、それを実業化、事業化するにはどうしたらいいかという、そういう提案をするわけですね。で、これは、
京都大学の学生さんだけでなくて、実は全国の高校生にも募集をしています。これは高校の時 の、 受賞者ですけど、全国からあります。去年は400件ぐらいの応募があります。でこちらに来てもらって、私はこういうアイデアを出しましたと。でこれはぜひ皆さんが使うようなヒット商品になりますとか、そういうものを提案してもらいます。で実は後でロボットの高橋さんにもここに講演してもらうんですけど、高橋さんはおそらく第1回目かな、第1回か第2回目ですよ、グランプリをもらってます。それから、若手のための研究の助成をする、いろんな活動をしています。で先ほどの VP の中にはいわゆるインキュベーションという施設があります。このインキュベーションというのは卵のフランティアです。卵がありますね。でそれがひよこになってニワトリになって、そこをちゃんと温めてやらないと、成長しない。だからベンチャーというのは本当に1人とか2人で始めるんですけど、それを大きく育てるためにはやはりそういうのを支援するような施設があるということで、で大学の中にはこういった兄弟ベンチャーっていうのがあって、いろんな会社があります。で高橋さんのロボガレージもそうですし、後からご紹介しますサイエンスグラフィックスの辻野さんの会社もあります。で現在13社がこのロボ VBL という建物の中に会社を持っています。例えばこういうのもなんですね。今 LED という発光の素子がありますね。これは電球ですけど、半導体で非常に効率のいい LED で、それは高いんです。値段が高いんです。だけどその特性を生かせば、例えばこういうふうな手術のゴーグルに使う。で手術の時はできるだけこうメスをしますから、血管を切ったり、そこに肉を切っていいですか、組織を切ったりしますよね。その時ちゃんと見えないといけない。で皆さん手術はあまり受けたことないと思うんですけど、手術室の特別な部屋があって、いわゆるライティング、光がですね、全然影が見えないような形で、非常な特別な施設がある。ところが手術をやっている時に、例えばここする時にこうお医者さんがこういうふうにやりますよね。と上にライトがあると自分の頭が影になる。これはあまり良くないですね。でこういうようなゴーグルだったら見たいところ、手術したいところそのまま見えます。それから携帯に可能ですから、緊急に例えば災害時でもこういう手術ができる、こういうふうな会社を起こしているのがあります。名前はですね、チームヤンチャーズということで、なんとなくね、ベンチャーらしいという名前になっていると思います。それでこれちょっとガラッと変わって、これ京都の、私はベンチャーマップというんです。これ京都の市内のマップですね。で京都は1200年の歴史がある。だから歴史の町、観光の町と言われるように、お寺さんとかお宮さんとかいろんな観光のスポットがあります。だけどもう一つですね、京都は世界で注目されているのはハイテクのベンチャーの町っていうことです。でどうしてかというと、例えばここに京セラ、任天堂、オムノ、それからローム、ホリバー、リテク、これは日本電産ですね、ワコール、村田、島津、これそうそうたるベンチャーの会社があるんです。これは日本他のところ、東京でもこういうふうにないんですね。で島津製作所がありますね。で島津は100年ほど前からの歴史があるんですけど、島津玄三さんです、初代の人は、やはり科学技術、それからそういったものづくりが非常に好きな人だったんです。で、そういうような会社がありますし、京都大学は今皆さんがいるここに吉田キャンパスとか宇治の方に研究所のキャンパスで、第3キャンパスとして桂の方にキャンパスを持ってます。で京都の町はベンチャーなんです。でその中でもものづくりの町です。で今からお話してますナノテクもそうなんですけど、実は京都には古くからのナノテクの技術があるんですね。ナノテクというのはこの10年とか20年の話ではなくて、非常に古い歴史を実は持ってるんです。
例えばここに金閣で、まあ、皆さん来ましたよね。ひょっとしたらね、地元の人なかなか行かないかもしれない。修学旅行だとなんで行きますけど、で金閣寺はここに全部金色してますね。でこれ金色してるということは、全部これ金がでできてるかというと、これ全部金で作ってたら大変なお金になります。だから実際はこういうふうに土壁があって、土壁だと思うんですけど、その上にこういう金箔を貼ってるんですね。金箔で、この金箔の厚みでどれくらいなってますか。後で話し合うと100ナノメーター、まあ、0.0000mm って非常に薄いで、この N というのはナノなんですけど、ナノメーターの技術をすでに数百年の前から日本の伝統の人は技術を持ってて、それを利用していたわけです。だからこういうふうな金箔を実はずっと貼ってるんですね。で、こういったふうな技術が、例えば携帯、それからタッチパネル、そういったものに利用されています。それから、あの女性の人でこれ、金箔を貼るとですね、血行が良くなって肌がきれいになるとか、まあ、金だからお酒とかコーヒー入れるとリッチになりますよね。そういう精神的なあの作用もあるという形で、ナノテクというのも今からお話しありますけど、京都の伝統技術の元になっています。それから、まあ、大学は学問だけではなくて新しい文化を作っていく元でもあると思います。で、先ほど言いましたように、こんな桂離宮のもうちょっと西の方ですね、京都大学は第三キャンパスで桂キャンパスを開設しています。で、ここには工学部がいます。もう大部分言ってます。で、ただ工学部というのは、まあ、先端技術をやるんですけど、技術だけではもうちょっと面白くないと。で、たまたま近くに京都市の芸術大学がありますし、国際日本文化研究センター、これも世界的に有名なセンターがあります。で、そうすると、先端技術と伝統文化、芸術、これが一緒にあればですね、何か新しいことができると、新しい文化を作ろうという形で、ネオ西山文化、ネオというのは新しいですね、西山文化を作ろうとしています。で、電気自動車は今のガソリンのそのエンジン車よりも実は歴史は古くて、もう100年以上の歴史がある。で、先ほど島津玄三さんの話を少ししました。で、島津玄三さんはやはり新しいものが好きで、当時最初にできた電気自動車を輸入して30年間自分で運転し、自分かどうかで運転して通ったということを聞いています。で、どうして電気自動車が一般に、まあ、流行らなかったかというと、まさにそれは動力源のバッテリーの問題なんですね。で、最近はいろんなバッテリーができてますし、それから地球環境、さっき言ったように炭酸ガスを出さないということで電気自動車が注目されています。だから電気自動車はどこでもできるんです。日本でもなくて京都でなくても世界のあらゆるところでもできるんです。だけど我々京都の人はもうちょっとやはりそれを進めようと、京都らしさのやり方でやろうということで京都化プロジェクトを始めました。で、他と違うのはどこかというと、まあ、京都にはいろんなそういうハイテクの企業があります。そこの知恵を結集しよう。大学にもいろんな若い人がいますので、そこの、まあ、新しい技術を結集しよう。それプラスですね、こういうふうにこれは漆、これは京友禅という形で、そういう先端の技術に伝統的な文化を入れようと。京都らしい考えかもしれませんけど、で、そうすると、まあ、今電気自動車は非常に小型で機能的というイメージだけですけど、やはり我々としてはもう少し文化を感じて、生活を感じて、それにはやはり今までの京都の持っている伝統的な要素を加えようという形で、実はこれ漆で塗った電気自動車を開発したりしています。で、これは清水寺ですけど、そこで先日世界に向けて発表しました。こういうのを我々やってます、こういうものを作りましたということでやりました。まあ、これについてもこういったようなデザインは後で実践してくれる高橋さんがデザインしてくれました。
こういうのをですね、これ漆の、 電気です。これはコンセプトカーといって大きさが大体10分の1ぐらいです。で、これ漆を塗るわけです。で、漆というのは自然塗料です。今塗料というのは、人工的な化学物を使ってやるんですけど、漆というのは自然の塗料です。で、ただですね、それだけではなかなか自動車に適用できない。どうしてかというと、漆というのは太陽光線、紫外線とかそういったものに非常に弱いということです。それで京都市の技術研究所というのがあって、そこで漆の研究をやっている人がいます。で、そういった耐光性、つまり太陽の光とかそういったものの強い漆の工法を開発しました。その技術を使って、あとこういう蒔絵の技法ですね、こういったものを加味してこういう自動車を作ってます。ちょっとこれ画像を示したいと思います。これはコンピュータグラフィックで後で紹介します。辻野さんの会社で作ってもらいました。で、京都を核とする電気技術、京都カープロジェクトです。で、大池総長からも少し、それから最先端の技術を入れましょう。いろんな技術が今大学その周辺で開発されています。それからさっき言ったのは伝統文化芸術を融合しました。で、これは電気自動車なんですけど、自動車だけでなくてですね、これを普及するためには社会インフラが必要だと。例えばここにコンビニでいつでも充電できればバッテリーの量をずっと減らすことができます。それからこういうふうに災害の時には電源になります。だから災害時のバックアップ電源、いわゆるそういったところにも利用できることになります。これはこの前一度、去年ですか、実践したものです。このウィールの中に、車輪の中に4つモーターがあって、やつかなんていうのコントロール、こういうふうな動きができるわけですね。インホイールモーターという回転もできます。そうすると駐車が下手なというか得意でない人も十分できます。それから電気自動車はもともと電気で走りますから排気ガスが出ないんです。で、したがって自動運転もできますし、それから今度は家の中に入るわけですね。これ自動車は普通のエンジン車が入ると排気ガスでいっぱいなんですけど、電気自動車はガスが出ませんから、いわゆるリビングに入ります。それから新しい技術として接触なしで電源を補給することもできます。だからこういうふうな非常にクリーンな電気自動車を世界に向けて早く普及するように我々活動しています。これは先ほど言ったVBL ベンチャー皆さんの建物、このここから歩いて3分か4分のところにあります。だから京都で発信して、これを世界に、例えばこれはパリですね。それからこれから今までたくさんの自動車が出てきたのは中国なんですけど、中国ではぜひガソリン車じゃなくて電気自動車でやってほしい。排気ガスが中国で出て、それが日本に来るのは困る。だからガソリンが高くなって日本の物価が高くなるのも困るわけで、だからこれは中国のためでもあるし、日本のためでもあると思います。ここ今実は8カ国の画像を示しています。で、先日G8 と先進主要国サミットが北海道であったんですけど、京都でもですね、外相会議、外務大臣の会合がありました。で、8カ国が集まったので、実は8台を作って、先ほど清水寺で展示をしたところです。で、こういうようなものができますと、先ほど言ったら伝統文化を入れていくと、これは共有禅という形で、今も西陣織であるとかいろんな伝統産業があるんですけど、なかなかやはり廃れてきているところもある。だけどそういったものに新しい視点でそういう伝統技術を生かしていく、
意欲とは、まあ、その分野のさらなる発展にもつながりますし、まあ、やはり1200年、800年、400年という歴史はそれぞれやはり重みがあります。そういったものをやはり先人の知恵、心をさらに生かしていこうということで、こういう活動をやっているわけです。それから実際に動く車もということで、これも電気自動車です。かなりレトロな雰囲気ですね。これも新聞発表したんですけど、これ見ると大体木とか、これ竹ですよね。で、こういったものでやってます。で、上にはソーラーバッテリーを積んでます。それから、まあ、その他にですね、こう太陽電池ですね、ソーラーバッテリーも新しい先端の技術を入れる。だから雰囲気は非常にレトロですけど、中身は実は最先端なんですね。で、これはあとですね、これは電動の自転車です。これは GS 岩佐っていうところが開発しているものです。さっき言ったように天井にはこういうふうに太陽電池、それからバッテリーの問題、これが実は学問的にも研究で一番最大の難問でありし注目されているんですけど、ここではですね、コンデンサーといわゆるリチウムイオンバッテリーという、それのハイブリッドしてます。これも新しい技術です。それからフロント部分、こういうふうに竹の模様です。まあ、いろいろ工夫してるんですよ。で、ここにランプがありますけど、これを作るのは大変なんですけど、見ていただいたこれはですね、実はひしゃくがありますよね、水を。で、あれをするのを利用しているんですね。柄はそういう形です。それからもう一つ、これは竹の素材が手には入ってます。京都らしいと言いますか。で、それ以外にですね、これはある企業、アムラという企業があるんですけど、京都に。で、そこで開発している自然素材のボディです。何を材料にしているかというと、竹の繊維、それから茶葉、今お茶のペットボトルたくさんありますね。で、あれ抽出した後の茶葉の葉っぱは今は産業廃棄物です。だけど茶葉もいろんな繊維がある。それを竹の繊維と一緒にこう砕いてですね、まあ7まで行くかどうか、そういう砕いて、それを改めてこういったコンポジットにすると非常に軽くて強いものができます。で、そうすると自然のものを使った車ということで、後のリサイクルにもつながるという話です。で、あと最後、これはこういうバスにもぜひ利用します。まあ、バスはこういうふうに広い屋根がありますから、そこに太陽電池を敷くと。それからもちろんバッテリー、高性能のバッテリーをすると。それからバスというのはなかなか行き先が分かりにくいと思います。で、それで先ほど開発をやっているような勇気の家の非常に広い面積のもの、それから LED をする、非常に効率的で排気ガスも出ないようなバス、こういったものをぜひ京都でまずは走らせると。で、それを全国展開、ないしは世界展開という形の活動をやっています。で、皆さんから後でまたディスカッションでしますけど、まあ、電気自動車は大体いくらぐらいするんですかとか、どれくらい走るんですかとか、いろんな質問が来てますので、これはあとまとめてお答えしたいと思います。じゃあ私の方は一度ちょっとここで中断してですね、今度は最初のナノテクの話をサイエンスグラフィックスの辻野さんにやっていただきます。では紹介します。辻野さんです。皆さんこんにちは。サイエンスグラフィックスの辻野です。僕の会社は、この兄弟先ほど言ったベンチャービジネスラボラトリーの中に入っている、社員は5人ぐらいの小さな会社なんですけれども、サイエンスグラフィックスという、名前の通り、科学技術を、コンピューターグラフィックスとかを使って見せるということをやっています。電気自動車の一つですけれども、で、例えばナノテクノロジーっていうのは、ちょっと詳しい話は出てくるんですけれども、10億分の1メートルの、世界の技術ということで、文字通り目に見えないという、そんな小さな技術です。で、そういったものを、そういったナノテクノロジーとか、本当にいろんな大学の
最先端の技術っていうのは難しいということもあるんですけれど、目に見えないっていう話が多くて、そういったものを映像化していきたいというそういうことをやっています。で、ナノなんですけれども、ちょっとスケール感覚をちょっと皆さん考えてもらいたいんですけれども、私たちのその世界っていうのは、メートルの世界になります。で、その1000分の1というのが、ミリメートルで、大体ミジンコとかがちょうど1ミリメートルとか、そのぐらいの大きさです。で、さらにその1000、で、そのさらに1000分の1が、この大腸菌とか、そういった大きさです。大体50マイクロメートル。マイクロメートルっていうのは、ミリメートルのさらに1000分の1です。で、大腸菌の、さっき尻尾みたいなものが動いてたと思うんですけれども、あれを使って、水の中を進んでいくんですけれども、鞭毛という、動物にもこんなモーターみたいな構造をしたものが実はあって、これ自体ちょっと不思議なところではあるんですけれども、この鞭毛モーターのこの、鞭毛というこの毛の太さがちょうど、50ナノメートルぐらいになっています。それで、さらにもうちょっと小さいところに進んでいきまして、大腸菌、そして全ての生物に共通している、遺伝情報というものを全ての生物持っているんですけれども、その、実態といいますか、それが DNA という、名前だけは聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、この DNA という長い鎖があって、でこの鎖の太さというのがちょうど1ナノメートルです。で、これより下になってくると、もうあとは物を構成しているものの基本的な構成の最小単位である、原子の世界です。0.1 ナノメートルぐらいの世界。で、人の大きさとこの1ナノメートルの世界との差っていうのは多分ピンとこないんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ例えば私たちをそのナノの世界にちょっと置き換えてみるとですね、それからそのナノの世界からメートルの世界を見るとどのぐらいの大きさなのかということをちょっと見ていきますと、上の世界に上がっていきます。人間にと、人間のその1000倍というのはキロメートルなんですけれども、東京タワー300メートルで、0.3 キロってことですよね。で、さらに飛行機が飛んでいるのが、大体何万メートル、3000キロメートルですか、3000メートルぐらいの世界ですね。で、さらに人工衛星が飛んでいるのが、3万キロとか、そんなところと。で、地球と月の間の距離というのが大体40万キロメートル、大きい方の単位でテラという単位があるんですけれど、10の、9乗、この、0.4 テラぐらいということになります。で、人と、ナノの世界を比較するということは、人とその地球と月の距離ぐらい比較するのは、それだけ大きなスケール の隔たりがあるということになります。でも、こんな極端な小さな世界を使うそのテクノロジーっていうのが、私たちの生活にそんな身近なものなのかなと思うかもしれませんけれども、実は本当に身近なところにもそのナノテクノロジーを使った製品というのが登場しています。携帯電話っていうのは、皆さんもう使いこなしていると思いますけれども、それで使いこなしてて、特にあまり中身とか考えたことないんじゃないかなと思うんですけれども、あまりにも一般的になってますので、ただ、携帯電話っていうのは、ナノテクノロジーに非常によく使われてまして、携帯電話っていろんなことできますよね。ゲームをしたりだとか、電話やメールっていうのはもちろんなんですけれども、それからこの GPS 携帯っていうので、自分の場所が分かったりとか、カメラも、普通のデジカメに同じぐらいの性能がありますね。で、いろんな機能があるんですけれども、やっぱりその機能、いろんな機能を制御している、その携帯電話の頭脳とも言えるようなものというのが、一般に言われているんですが、LSI というものです。携帯電話の中にもいろんな部品が積み込まれていますけれども、その中に、ブラックボックスという、本当に黒い小さな箱なんですけれども、この中に、LSI というものが入っています。で、これがまた
人が直接見てもおそらくパッと見ては何か分からないというのは本当に小さなものでして、ちょっとそこ、この LSI を特殊な顕微鏡で見ているという映像があるので、ちょっと映像を見ながらお話をしていきたいと思うんですけれども、パソコンだとか、あと出てくるのはこのデジカメ自体もそうですし、最近はもういろんな家にある家電製品とか、これオーディオとかもそうですし、いろんな家電製品が使われています。で、フラットボックスと、言いましたけれども、このチップっていうのは大体指の上に乗るぐらいの大きさで、1cm×1cm ぐらいの大きさしかないです。で、これその CG なんですけれども、こんな感じでパッと見ると都市の上空写真かなと思うような、なんか雰囲気になってるんですけれども、それもそのはずというか、今の半導体チップの中にはいろんなピンがあるんですけれども、トランジスタというスイッチが、ありまして、そのスイッチが指先のようなチップの中に約1億個入っています。日本の人口に匹敵するぐらいの、スイッチがですね、指先のチップに入っている。で、そんなチップ、トランジスタというようなスイッチを見ていこうと思うと、当然普通 の, 光学顕微鏡、皆さんがよく知っているような光学顕微鏡では見ることができませんので、電子顕微鏡というものを使います。今この大きな装置の中にLSI を入れています。電子顕微鏡の大きさっていろいろあるんですけれども、標準的なものは、大人の人の背にちょっと近いぐらいの、結構大きなものがあります。ただ本当に大きなものっていうのは、宇治の京都大学の宇治キャンパスの方に、顕微鏡というよりも建物というような感じの、3階建てぐらいの大きさの大きな電子顕微鏡もあります。で、今これ LSI の、どんどん拡大していっているところですけれども、LSI の中にちょっと穴を開けてですね、配線が見えるようにしているんですけれども、今横に3本島が見えると思うんですけれども、これがスイッチとスイッチをつないでいる配線です。で、この幅っていうのが大体500ナノメートル、今の本当に最新の配線だったら、50ナノメートルとかも、さらに10分の1ぐらいの、大きさのものもあるんですけれども、すごい小さな配線です。で、半導体っていうのは本当に日々毎年毎年どんどんサイズの小さなものを作れるようになっていって、で、そのおかげで皆さんの携帯っていうのも2年ごとぐらいに機種交換をすると、使い方がわからないよっていうぐらい、いろんな機能がついてくるというほどの、その裏側で実はこうやって技術進歩っていうのが、ナノテクノロジーの技術進歩っていうのがあります。で、今ナノテクノロジーで物を見るその技術を紹介したんですけれども、いろんな技術、いろんなナノテクノロジーで物を作る技術っていうのがあるんですけれども、大学でやられている一つの方法なんですけれども、イオンビームという方法で、ナノの物を作るというのをちょっとご紹介しようかなと思います。今ちょっと真ん中に、金色の小さな、これも 1cm×1cm ぐらいの板なんですけれども、ここに、文字を書いてみようと、それもナノスケールの文字を書いてみようということをやっています。私たちの感覚でいうと、物を削るっていうと彫刻刀とか出てきますけれども、これ職人さんがやってもやっぱり数十万円と、金の彫刻とか、さっきの金箔とかありましたけど、そういった限界がありますので、瞬速イオンビーム装置というものを使います。これもちょっとなんか人の大きさぐらいの結構大掛かりな装置なんですけれども。で、パソコンを使ってですね、なんか見てると、お絵描きソフトでなんか書いてるような感じに見えるかもしれないんですけれども、ナノテクナノテクといろんな文字で書いて、それで実際に、これは見ながら、実際に、その金の板を、金属の板を見ながら、書くことができるんですけれども、上からなんか島が降りてくると思うんですが、これで、徐々にこの島が動いているところからどんどん削っていくというような形です。で、実際書いたものっていうのは書いてはいいけれど見ることができないというような世界ですので、もう一回電子顕微鏡が登場してきます。で、電子顕微鏡っていうのは電子を当ててものを見てるんですけれども、空気とかがあると空気にぶつかってものが見れないということがあるので、真空にして入れてます。で、今ちょっとものが映ってますけれども、徐々に拡大していきます。見えてきてますかね、皆さん。なんか書いてあるの見えますか。
流れると本当に書いてありますよね。線路としては大体これ200ナノメートルです。一応断っておきますと、うちの会社 CG とか映像合成するの得意ですけれど、これは CG ででっち上げてるわけではなくて、本当にこうやって映像ではなくてちゃんとものを作っています。で、大学っていうのは今これ収束用ビームという、一つの方法だったんですけれども、今いろんなナノテクノロジーでものを作る技術っていうのが開発されまして、大学では本当に例えば一度にたくさんのものを作る、ナノサイズを作る方法だとか、エネルギーを使わずに小さなものを作る方法だとか、いろんな方法が開発されています。で、おそらくそれっていう作った技術っていうのは、5年後とかではなくて、10年後20年後の、皆さんの使っている携帯に、ひょっとするともう10年後20年後っていうのは携帯電話はなくて、脳にチップを埋め込んで座るとか、そういった世界になってくるかもしれませんけれども、10年後に20年後にの、製品に大学の技術というのが応用されてくるのかなと思っています。ではちょっと次の話に行こうかなと思うんですけど、どうも辻野さん、ありがとうございます。いろいろコンピュータグラフィックも含めて分かりやすかったと思います。イメージとしては非常に小さい。で、いろんなものがあるんですけど、実はその中にナノの技術が入っているということです。で、こういうような工業製品だけでなくて、今環境問題とかいろんなところ地球が抱えている問題がありますけど、それを解決するにはやはり最先端の技術が必要なんですね。で、そういったところをやるのをナノっていうふうに考えていただければいいと思います。いろんな身近な分野にもナノテクが影響といいますか、すると思います。で、ナノテクはいいことばかりでなくてもですね、本当に人体に影響があるといいますか、悪い影響がないなのか、そういったことも含めて大学は研究しなきゃ、全ていいことばかりではなくて、やはり危険なこともありますから、そういう心配をしながら研究をやっています。じゃあ次にロボットの話を高橋さんにしていただきます。で、高橋さんご存知のように、いろんなところで活用されています。ロボット分野の、開発者、パイオニアでもあるかもしれません。で、京都大学卒業されて、今はロボガレージという、会社を作られている。で、先ほどの辻野さんもそうなんですけど、代表者ないしは社長さんでもあります。で、そういった形で、大学を卒業して自分で会社を起こすとか、自分の活動をやるというのを、一種のこれもベンチャーなんですね。では高橋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ロボガレージの高橋です。ですね、ロボットクリエイターという、仕事を、私が勝手に作ったんですが、そういうことをやってます。で、何をしているかというとですね、要はロボットを作っているんですが、例えばこんなロボットを作っています。でですね、せっかくなんでロボットを持ってきました。で、こんなカバンの中に入ってます。で、ですね、なんでちっちゃなロボットなわけなんですが、こんなものです。で、ですね、ちっちゃいのでちょっとカメラで大写しにしてもらいますが、今あらかじめもうプログラムを入れてあります。なのでですね、電源を入れてやるとこんなふうに、動き出します。こういうものをですね、作って、発表するというのが、本来の仕事でして、今こんなふうに歩いていって、今体の中にですね、24個のモーターが入っています。で、それをコンピューターで、制御してやって、またちっちゃなバッテリーが入っていてと。バッテリーはですね、携帯電話の中に使っているのと同じ種類のバッテリーです。で、ロボットというのはですね、非常に幅広い分野の技術が使われていて、それこそですね、ナノテクの、技術を応用した、ものも、そういう製品もたくさん、部品もたくさん使っていますし、また、
そうですね、人間のことを知って、例えば人間がどうやってコミュニケーションを取っているのかとか、いうことを知ってですね、それをロボットの動作に生かしたいということをしています。でこのロボットはですね、まあ、実は歩くときに、中腰にならないようですね、まあ、もうちょっとちゃんと自然に歩けるという、そういう技術を開発して、まあ、その特許を取ってですね、その実証機として、作ったロボットです。で、まあ、アメリカのタイムという雑誌の、まあ、2004年の発明ということで紹介されたりということでですね、一応こういろいろ、まあ、世界中に呼ばれてこのロボットを紹介する機会が、まあ、多くあります。で、こういうロボットを作ってですね、このロボットは実は私が勝手に作ったロボットです。どっかからですね、作ってくれと依頼されて、作ったわけではなくて、勝手に始めたプロジェクト で、こういうものを作ってですね、まあ、サイエンスアートのような形で発表しています。こんなロボットの商品が、まあ、学生時代に、販売されることになりました。5000台ほど世界中で売ったロボットなんですけども、まあ、そんなことで、まあ、在学中からベンチャーの真似事をすることになって、でそのまま卒業の時に独立することにしました。で、まあ、いろんなロボットをそれから作ってるんですが、こんな大きいやつからですね、こんな、鉄人の、まあ、アニメーションのキャラクターの商品だったりとか、これもアニメーションのキャラクターなんですけども、こんなものだったりとか、あ、ちなみにですね、こういうのは勝手に作ってるわけじゃなくて、こういう半径モードと呼ばれるこの、向こうからですね、こういうものを作ってほしいということがあって、依頼をして作っているというわけです。ロボットの分野で一番大きな競技会ロボカップというものがあるんですが、そこに出るロボットも作っています。優勝するとですね、このルイ・ヴィトンカップというのは非常に高価、トロフィーがもらえるんですが、でこれはアメリカで、昨年あった時まあ、ボールを蹴っているのが我々のロボットで、大阪を中心にですね、チーム大阪という名前で、いくつかの企業と大学が集まってこのロボット、私も含めてですね、共同で開発しています。 でっかい相手がですね、ドイツのロボットです。でこれは誰かが操縦しているのではなくてですね、ロボットが自分で考えて動いています。で体の中に、コンピューターが持っていて、カメラでボールを見て飛び込んでセーブすることができる。で転がっているボールを見つけて今拾いに行きました。中にはですね、Windows XP というコンピューターが載ってます。で、相手のロボットなんかも PDA が載ってて、後ろにもう画面がチラチラ映ってたりするんですが、で、今これはですね、2対2でサッカーをしていますが、今年から3対3でサッカーをしています。というようなことでですね、まあ、この時点では4連勝だったんですが、今年5連覇、を達成しました。こんな風にですね、実はまあロボットの分野というのは、まあ、日本にしては珍しくてですね、世界をリードしています。で、なんで、ロボットの分野が、世界一かというとですね、実はものづくりの、技術力が高いからなんですね。じゃあ、時間も少しというか、かなり紹介してますので、一応終わりたいと思います。今日は皆さん本当に来ていただきましてありがとうございます。それからお二人にもぜひ協力していただきましたので、拍手で皆さん感謝してください。ちなみに今新しいロボットを作ってます。昨日の夜もずっと作ってたんですが、